陰でバランス取ったり気ぃ利かしてるのはのりくんだし、そこはやっぱりやってる選手たちがね一番よく知ってると思うんで嬉しいです。僕も目立たないところとかやっぱ分かんないところでやっぱ自分の良さを出してチームに、ね、プラスに影響を与えるとか、やっぱどうしても、人に強かったり、ボールを扱うのが上手かったり足速かったりっていう選手はね、もちろん目行きがちだし、まあ、そういう選手はそういう選手でそういうつもりも強みもあって、そういう選手がチームを助けているのも間違いないけど、まあ、ノリトがみたいにこう目立たないところでチームを支える選手がいるから、そういう選手が自由にできるって自分は思ってるんで、まあおのりはね、あのままでいてほしいなと思いますよ。まあ、かわしたと思ってもそこから足が出てくる、でそれをしっかり足に当ててくるので、だからまあフォワード僕なんかはこうその足を見ながらプレーしなければいけないんで、それを見てたらやっぱりコースが狭まってたり、他の選手がカバーに来てたりという状況っていうのは何度もあるので、まあ、そのゴールを守るっていうところに関してはもうね、J リーグ の中でも優れた選手の一人だと思います。多くを語る人ではないし、でもこう、ね、選手としてプロとしてのこうあるべき姿っていうものを見せてくれる選手の一人だし、そういった尊敬できる部分と、あとはこうふざけるところもあるし、いろんな選手とコミュニケーション取ってくれるところっていうのも人柄の良さがあるのかなって思うんで、抜けてるところもありますけど、人として選手として尊敬できる部分っていうのはたくさんあります。すごい、おめでとうございます。のりくんすごいです。いやマジすごいな。まずああいうのでディフェンスの選手が選ばれてるってあんま見たことなくない？うん、なんかストライカーって感じですよね。点取ってる選手だったりとか、やっぱ注目されがちですけど、すげえなのりさん。すごい、もう何点防いでもらってるか分かんないし、特に俺は印象的なのは山口戦のあのシュートブロックはマジで、ね、味方のミスを帳消しにできるってすごいじゃないですか、うん、まあ上げたら気にないんですけどね。特に最近だったらそういうところはやっぱ目についてますよね。なんか落ち着くっすね、見てくれると。安心して攻撃参加に行ける、し、自分がちょっとなんていうんですか、ちょっとポジションずれてる時とかもすぐ言ってくれるんで、それはめっちゃ助かりましたね。いい意味でその常に変わらないっていうのが僕らからしたら、多分僕らからしたら安定感がいいと思います。勝っても負けても、まあ町田戦の時もそうでしたけど、やっぱ次見てるし、まあ、そういうのがずっともう1年間今まで今シーズン続いてるんで、それを見てればこっちもやっぱ勝った後も浮かれすぎないでいられるしって感じですね。かな。で僕は去年のちょっと幸せだすけど、なんかルヴァンかリーグ戦どっちかに名古屋とやった時にハンドした時があったんですよ、 PK 与えて。そこからもう完全に自分の勢い止まって、その時はもう試合中でしたけど、なんか誰かがこう負傷して時間が空いてる時に、その時はピッチ内で言われました。でもお前これサッカー人生これ絶対こういうのあるから、ここでもう今はもういい意味で忘れて自分のやるべきことに集中しないとっていう、そういう内容だったと思うんですけど、そうやって言ってくれる時もあるんです。
だその言わないいつもはこう伸び伸び自由にやってこいって言ってくれてるけど、不意にそうやって言ってもらえると、あ、これは一番大事な時だなってあの時思ったんです。はい、だからご飯行ってるんです。そうっすよ。それ結構ちゃんとしたグループとして成立してるんですか？してますよ。結構もう長いっすよ。基本みんなで行くっすよね。分かんない、吉野理会そうみんな基本行くっす。ただ僕とコウタ君と勝君とノリ君で行くときに、なんかその名前をみんなで言ってるだけで、ノリ君もみんなと行くっす多分。あ、そうなんだ。それぞれいっぱい行ってあげてると思うし、ノリ君月間 MVP おめでとうございます。いつもありがとうございます。これからもお願いします。ノリ君月間 MVP おめでとう。これからもよろしくね。まあ気楽に話せる先輩ではあるし、まあ、もちろんピッチでキャプテンシー持ってやってくれてますけど、そういうご飯とか、まあ、ピッチ外ではキャプテンというよりかはやっぱ一人の人と人間としてやっぱノリ君人間性が好きだし、まあまた何回も行きたいって思わせてくれてる人では、人間性を持ってる人なので僕は非常に好きですけど、まあ前の相手のフォワードの選手で引いてくる選手とか、まあ 1.5 列目自分たち中盤とディフェンスラインの間に嫌な位置に立たれたりとかっていうするいる選手を、まあ捕まえれないところをやっぱノリ君とかはしっかり捕まえてきてくれたりするので、その分より自分たちも前の選手にアプローチだったりサポートっていうのはより行きやすくなったりするので、まあそこにやっぱボールをつけられて前向かれてとかってなると、やっぱ自分たちも後ろ向きで戻さないといけないっていうシーンがある中で、まあノリ君とか比較的そこの穴を消して埋めてくれたりするので、そこで危ない場面っていうのは少ないですし、逆に取ったらそのまま攻撃につなげられるっていうところもあるので、まあ、そこは非常に助かってますし、まあ、あとは取ったボールの、まあ、1本目のパスとかは非常に丁寧で、思いやりというか考えてあるパスかなっていうのは非常に感じます、うん、でも変わんない、変わらずここに加入した時からここまでその乗りのやることとか言うこととか一貫して変わってないかな。どんな時もその苦しいチーム、苦しい個人、苦しいとかいいとか悪いとかあると思いますけど、こうずっと変わらずにやり続けられて波がなくっていうのはやっぱり一番すごいところだと思うし、だからこそディフェンスでだけどそうやっていうふうにこう評価されて月間の MVP に選ばれているっていうのは間違いないところだと思いますね。練習の中では戦術的なこととかサッカー的なこととかは多少話しますけどね、こういう状況だったらこういう感じの方がいいんじゃないかなみたいなとかはしますけど、ノリが気になってることとか立ち上がりの戦い方とかその終盤の終わり方とか、そのディフェンス的にはこうした方がいいんじゃないかとか、でも中盤的にはこういう思いがあって、もちろんフォワードとか前線の考えもあるしみたいなんでいろいろ話したり、まあ本当に少しの時間とか少しのやり取りではあるんですけど、チームにこう全員にバッティよりはこう細かく細かくみんなにこう一
一人そう伝わる落とし込めるようにやってると思いますね伸びは。なんで俺っていう、まあ嬉しいですけど、みんなのおかげだし、まあチームとして結果が出てるからこそだと思って、まああんま目立つシーンがないようなチームとして。それが一番だと思う。まあ理想を言えば町田戦も、うん、ゼロで抑えたかったし、秋田か、まあそれを言えばキリないですけど、まあ、勝ち点を取れ、たことは良かったなって思います。残り8節、まあ、しっかりと自分たちがやるべきことっていうふうにを2名を向けて、周りの状況そういうものが目に入ってきがちですけど、まあ、しっかりと自分たち矢印向けて、目の前の試合1試合1試合を全力で戦って、8試合後に、サポーターの皆さんと喜び合えるように、頑張りたいと思います。じゃ今週いい準備してからね、自信持って、上が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 って、